メンバー同士でね、ちょっと競ってます。二度とですね、ボンレスハムとか言わせないですよ。C。E。ああ、今日はきついっすわ。ギブアップでいいよ、じゃあ。こんにちは、ビースト村山です。今回は、たくやくんにね、はい、ソロで抜け駆けプレイということで、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。改めまして、岡ロボンたくやです。今ね、途中で流すんですけど、トレーニングを終えたばっかりです。はい、トレーニングどうでした？初めてのソロトレーニングは。いや、ソロの方がマジで10倍ぐらいきつかったっす、ね。10倍ぐらいきつかった？ただ、めっちゃなんかやった感があって、いい感じっす。間違いなく筋肉痛は絶対なります。もう張ってるんで。まあそんな感じで今ちょっと頑張ってきたんで、その様子を流したいと思いますので、ちょっと見てください、はい、お願いします。はい、じゃあ3セット目いきましょう。はい、いきます。はい、まずはサイドレイズ。はい、エッチ。はい、レッグ。そう、いいね。シャッ、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ次は前行きます。はい、はい、1、2、3。はい、休まない。10、そう、まで行け、まで行け、ここから、ここから、ここ頑張って。5、そう、6、はい、はい、いけるよ。7、はい、止まらない、止まらない、いける。はい、あー、8、はい、嬉しかった。はい、いけるいける。9、よいしょ、もう一丁。10、 OK。 はい、アーノルド。あー、きつ。さあ、そこ、あんまり休まない、あんまり休まない。追い込もう、追い込もう。はい、はい、力が。はい、1、そう、はい、2、よ、はい、3、そう、できるできる。 C、手からもんで1になります。行こう行こう。おう、1、1。しゃー、はい、6。絶対1だ。はい、しっかり手返して。え、返す返す。そう。はい、あっち。はい、いけるよ、いけるよ。はい、9、止まらない。もう一丁。よっしゃー。OK。はい、これ終わり。しゃー。あー、すごいね、たくやさんだぞっていう T シャツもあるんだね。はい、自己主張強めで。オッケー、これ終わりです。ちょっとインターバル取りましょう。はい、よし、じゃあ行こうか。はい、ちょ、怖いっす。これ本当に嫌だ。ほっ、せーの。あ、ごめんなさい。1、2、最高最高っす。次のやつがね、バリきついから。ちょっと待って、怖い怖いっす。今日怖い。やっぱソロだからね。まあそうっすね、うん、え、でも大丈夫っす、リズさん1位になることしかやっぱ考えてないんで。オッケー、追い込んでこう。追い込みましょう。次、胸。ああ、いいっすね。胸いこう。わかりました。いきます。はい、1、2、3、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、はい、4回。1、2、3、4、2、6、7、2、1、2、3、4、5、よっしゃー。3、5、9、2、6回。1、2、3、4、5、よっしゃー。はい、6、いける。はい、1、6、9、5、7回。はい、1、1、はい、2、で、3、3、4、うん、4、5、うわ、はい、6、僕、はい、7、よっしゃー。はい、お疲れ様でーす。よいしょー。きつっ。一人でトレーニングの時、笑いはないっすね。笑ってばっかりだよ。よし、次腕いこう、腕。よっしゃ、来た。
腕もね、今の方法でいきます。え、こうでしたっけ。そう、1、もっと深く、そう、ここまでいくと抜けちゃうから、ここまで、はい、はい、よいしょ、2、3、で、下で15秒キープ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、4回、もっと深く、2、浅い浅い浅い、深く深く、肘曲げて、3、あ、きつこれ、はい、肘曲げて、4、そうそうそう、はい、下で下ろして、はい、5、6、7、8、9、10、1、2、きつそう、俺は、いけるいける、はい、3、深く深く、4、よっしゃ、はい、5、あら、はい、下でキープ、6、8、9、10、6回、はい、1、よっしゃ、はい、2、えら、はい、3、よっしゃ、はい、4、5、あ、はい、6、はい、下ろして、1、9、4、5、7回、1、あー、マジやばいかもしれないですこれ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これやばい、これさっきのやったら無理でした、はい、あー、マジきついこれ、1、そう、肘伸ばして、肘伸ばして、2、フィニッシュ、肘伸ばして、そう、はい、3、はい、下ろして、スローインみたいな感じだよ、はい、1、2、はい、3、はい、4、はい、キープ、1、はい、2、あ、もう力が入んないこれ、はい、頑張れ、はい、3、はい、4、はい、5、カモン、下ろしてキープ、1、5、6回、ちょっときつい、はい、1、はい、2、あー、もう無理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 、さあ、ここからここから、はい、3、はい、はい、はい、5、はい、しょ、はい、6、うぃ、はい、肘曲げて、肘曲げて、はい、無理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 はい、2、あ、はい、入ってるよ、はい、3、はい、4、はい、5、うわ、はい、6、もう一丁、はい、7、あ、よいしょ、はい、無理無理、お疲れ様でした。どうでした、マンツーマンレッスンってきついですね。やっぱ違うでしょ、5人いるからサボれるじゃないですか。うんうん、やばいっすね。ピュアなビーストレッスンは違うでしょ。いや、もう濃厚っすね。最後の腹筋も濃いめでいこうか。はい、濃厚で、濃厚でね。あ、今日はきついっすわ。ビーストさん、うん、今まで演技してたんすよ。衝撃。演技というと50きついの100きつくしてたんすよ。なるほどなるほど、演技派だね。力入んないっすわ。でもさ、これはさ、まださ、タクヤ君に合わせてるじゃん。一瞬トレーニングしたらもっと上の世界に行ける。いや、僕行きたいです。他のメンバーだったらこれ耐えれてますかね。僕も耐えれてないですけど、うんうん、誰がトレーニングフラットで見た時に耐えれると思います、うん、結構ね、みんなそれぞれ強みがあって、1回やったらみんないけると思うんだよね。はいはい、はい、でも例えば同じレベルのトレーニングを一緒に週4回できるかどうかだね。なるほど、それ1ヶ月とか。筋持久力ってミスの中で誰が一番あります？
筋肉力は大地くんかマサルくんかな。メンタルはどうですか。メンタルは雄大くん、ヒロくんあたりは強いなと思った。あー、タケヤくんはパフォーマンスとか違う筋肉であーとか楽しくれるからすごく面白いんだけど僕どうしたですか。心を解放して、素直に心の扉開けていいですか。そう、AT フィールドを解放して。あ、わかりました。今日はありがとうございました。もう捨てたるよ。いや、無理無理無理、もう無理。ギブアップでいいよ、じゃあ。いや、ネバーギブアップです。ネバーギバでしょ。ネバーギバネバーギバ。はい、あっちあっち、はい、2、だっ、はい、3、はい、しゃっ、いいね、はい、5、いいよ、はい、6、はい、しゃっち、はい、あっち、はい、キャップ、はい、じゃっ、はい、やってこ、手を貸そう、はい、え、大丈夫です、これがきついっすよ、はい、あ、はい、あ、はい、2、あ、はい、3、はい、5、5、はい、4、はい、もう一丁、よし、オッケー。よし、はい、よし、よし、はい、2、はい、3、4、はい、5、6、7、8、9、10、3、手を出してくれ。あ、はい、はい、よし、あー、はい、はい、3、もう一丁、うい、オッケー。くわー、きついマジ今日。お疲れさんです。お疲れさまでした。あと10日っす。あと10日、いけるね。いきます。もうここからっす。ここからなんですか。はい、今までは何だったんですか。今までは自分のリアクションでなんとかその場を乗り切ろうとしていましたが、その甘えが結果に今出てるんで追い込みます。オッケー、頑張ろう。はい、じゃあ最後にヨカメンに一言。必ずよかろうもんで一番イケボ、イケてるボディに活躍したくやなりたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、今日もお疲れ様でした。さあした、まあ、こんな感じで、はい、トレーニングを終えたんですけれども、はい、たくやくんね、今イケボディ作ることでメンバー同士でね、ちょっと競ってます。はい、そうです。もっと頑張りたいと。イエス、もう圧倒的に一番イケてるボディにメンバーの中になりたい。素晴らしい欲求です。言ってもね、やっぱ最後ちょっと絞り勝負ね、たくやくんの場合もうちょっとこう体重絞っていきたいところもあるんですけども、禁断の VLCD をやっていきたいと思います。ついに禁断シリーズいっちゃいますか。禁断ですね。できれば使いたくなかったVLCD っていうのはベリーローカロリーダイエットっていうダイエット方法で、お1日まあ大体ね400から450キロカロリー過ごしていただきます。え、めっちゃ少なくないですか。でしかもその中でタンパク質取らないと、はい、どんどん、ね、筋肉落ちちゃうから、要は鶏むね肉を 400g から 450kcal 取るみたいな。うん、はい、1日に1日にそれだけですだけ。あと水と、まあ、幸いもたっくん今ビタミンのサプリメント飲んでるよね。飲んでます、飲んでます。なんでビタミンは取れるとね、そこは大丈夫で安心してます。はい、で 400g にして、あと野菜を少し入れようかなと思ってるんですけど、実際にやった方法としてはタッパーに茹でたねチキンを入れます。入れます、はい、私の場合はそこに刻んだキュウリと、なんかねスーパーで売ってるカットタケノコみたいなのを入れます。はいはいはい、少しオリーブオイルと塩多めに、今塩分ね取ってくださいって指示出してるんですけど、もう塩ちょっと入れてでガシャガシャ振って、それを1日かけて食べるだけ。それどのぐらいの期間やるんですか。今10日前っていう期間なんですけども、2日前までやっていく形になります。そんなきついですか。ただ何もなければいいんだけど、一番ね精神的におかしくなった時あったね。もうソファーから立ち上がれないみたいな、無っていうか気力がないっていうかね、もうどうしようもできない状態になったことがあって、で条件があるのね、極度の睡眠不足、2時間とかの睡眠不足の時に一気に疲労が来て動けなくなった。なるほど。それって体に必要なエネルギーがそれじゃ満たされないってことですか。多分ちゃんと睡眠をとって回復しないと。あ、睡眠大事なんですねやっぱり。うん、でもそれをやることによって絞れるんですか。絞れるね。実際やったんだけど、ある程度絞れてる状態、あれだっても余裕 10% 切ってる状態、多分 7% とかね 8% とか以下だったと思うんだけど、もう顔が全然違ったでしょ。いや、こけてましたね一気に。あのぐらいの変化がね起きます。それって、脂肪がなくなっていくんですか、それともどういう感じで痩せていくんですか。超短期なんで脂肪がなくなります、その方法。最近の国際的なね論文によると、それを実はね8ヶ月かな最大続けた人がいて、40キロ体重落ちた人もいます。やばいっすね。もちろんこの方法を使ったからといって、ね、10キロ落ちるとかないよ。ただ、はいはいはい、2キロから3キロは一気にストンといくと思います。なるほど。多分ね1週間で3落ちてほしいなと思ってる。
じゃあ僕今81ぐらいなんで、僕が測る頃には78ぐらいな。78キロぐらいいくんじゃないかな。マジっすか。言ってなかったらこいつマジサボりやがったなみたいなことですよね。そうとはね言わないけどね、そうとは言わないけど、ああなんかいろいろ足りなかったのかなっていろんなものがこの人にはああそういうことです。あのいろんな意味で、いろんな意味できつい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 。それはこの活動をやってるあれでもきついですね。トレーニングも普通の量やってるんです。トレーニングはねちょっと量減らします。逆に、うん、やっぱそれだけ負担かかるから、心と体に負担、心と体に負担かかります。例えばね、これが定時で帰れる人だったらね全然いいと思うんだけど、拓也くんとかはもうね遅くまで時間かかったりとかするから、多分一般の人よりもね全然きついと思うんだよね。そうなんですね。この日までにレコーディングしなきゃいけないとか、うん、不定期なんですよね。そうだよね。だからトレーニングに関してはいつもの半分でいいです。だからいつも頑張って3セットやったら、まあ、1から2セットみたいな。で物足りないと思うんだけど、それでいいです。いつも今頑張ってもらってるヒット、はいはい、あれに関しては毎日やっていいです。わかりました。なぜかというと、ほら体温が一気に上がるから代謝を維持できるんですよね。汗すっごい出ます、ね。うん、だからちょっとヒットだけは続けてもらって、うん、普通のトレーニングはもう半分以下。プロテインはその期間飲んでいいんですか？飲んでダメです。結局プロテインもカロリーがあるから。プロテイン飲んでしまって、その量がさ 100g 減ってしまったら、多分そっちはお腹減ると思うんだよね。ああ。だから固形物で食べた方がね、すごくいいと思うから。わかりました。でももし1週間ちょい頑張ることができれば、明るい未来が、明るい未来が待ってます。ちょっといろいろ考えちゃいますね。それはもう考え深いっすね。考え深い。いやそれこそ今コロナでなかなかファンの皆さんと会えない中で、うん、次会うまでにうわっすごいって思われたいですよね。思われたいよね。あ、変わったんだ、本気だったんだなって。本気だったんだ。そういう姿はきっとね、みんなファンの人にもね勇気を与えると思います。頑張ればできるんだみたいな。ちょっとやる気出てきましたね。何ダイエットでしたっけ？ VLCD。 これ僕だけですよね、やるの。僕だけです。他のメンバーやったらもうコケコケになっちゃいますよ。裏ではみんなにやってたりしね。怖っ。みんな口固いですよ、コロン。みんな固い。みんな固い。みんな出し抜いてやろうと思ってるからね。いやちょっとマジ1位になりたいですね、本当に。僕はただ1位になりたいだけじゃないですよ。違う。圧倒的にイケボですから、痩せればいいってわけじゃないんで。なるほどね。ちゃんとイケてる体。そう、そこがね勘違いしてほしくないよね。痩せてたらいいとかじゃないの、本当にいい体。二度とですねボンレスハムとか言わせないですよ、本当に。待って、誰に言うから。もしね、タクヤ君もっと太ってる時あってこのピンクだったら俺は魔人ブーだと思った。いやいや、本当に。いや、魔人ブーとか言われてましたしね、実際。そう、言われてたの。ドラゴンボール例えようと、メンバーで、うんうんうん、みんな魔人ブーって。でもさ、魔人ブーってまだよくない？こちらはさ、亀仙人だとかさ、ナッパだとかさ、魔人ブーは戦闘力高いからね。ナッパとか速攻を殺されるからね。ちょっとそういう意味ではちょっとすいません、魔人ブーで満足できなかった自分が。そうだね。まあそういうことで VLCD、 はい、結論から言うと本当にね、タクヤ君しか今言ってません、現段階では。わかりました。それを使ってね、いい結果を出してくれれば、私めもトレーナー目より尽きるというもので。いやそうっすよね。ただ本当にきつい方法なので、もしねタクヤ君が失敗したり心が折れたりしても、あの皆さん責めないであげてください。しんどい方法ですから。こういう風に言うとね、あの絶対やるんで。確かに今話聞きながらやらんとやばいなってめっちゃ思いました。ただの追い込みかけただけです、はい、今回はソロトレーニング、そして意気込みラストスパート、はいはい、ということでちょっと動画を撮らせていただきました。はい、もう本当ねメンバーみんなすごく頑張ってくれてますので、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。横浜のチャンネル下の概要欄に貼ってますので、こちらねぜひチェックしてください。はい、じゃあ高くラスト頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、じゃあラストはイエスピースいきます。せーの、イエスピース。